上浦川は長崎県の西園木半島南西部を西へ流れ、相撲灘に注ぐに級河川である。流域は長崎市に属する。平成2年には日本一の西流にも選ばれたが、上流部の三宝山にある廃棄物処分場が水質汚染を起こしているとされ、問題ともなっている。西園木半島南部の三宝山、及び 半島中央の長浦学南西側斜面を水源とする。細い渓流は山間に、それぞれ V 字国を刻んで西へ流れる。長浦竹方面からの支流には、長崎県道57号線が並走する。それらは、大木山地区の下流、標高約120メートル地点で合流するが、昭和44年にはここに上浦ダムが完成した。ダム下流で、鶴仙谷川と合流する。 ダム以降も V 字国が形成されるが、ダムから約2キロメートルで谷底平野となる。左岸は上流部と同じく森林に覆われた丘陵地だが、右岸には貸岩球が見られ、そこに上浦の集落と農耕地が広がる。平野の入り口に設置された稼働関河川公園以降は川の流れが緩くなり、公園の下からは監視行きとなる。川は支流や 用水路を集めながら、上浦南側の斜面沿いを蛇行し、相撲灘へ注ぐ。川口部は埋め立て、春節、護岸、防波堤が施され、上浦港として利用されている。ありがとうございます。